どうも、八木島です。今日はこれ、ファミリープラン。この話をしていこうと思います。それでは、やっていきましょう。このファミリープラン。この作品は、Apple TV プラスで、配信になっている、作品で、マーク・ウォールバーグが、ダメだね、今のは。マーク・ウォールバーグが主演の、アクション映画。っていうことになってます。で、最近アップルの作品は劇場公開されてるんだけれども、これはやっぱりされてないと。なので、Apple TV プラスに加入しないと見れないっていうもんでね。で、僕はこれ好き、なんだけれども今時の若い人にはどうなのかなっていう気はします。僕は大好き。結局ね、ゴーステッドの時にも言ったんだけれども、どうも Apple TV プラスっていうのはターゲットをこの50代ぐらいに、絞ってるみたいで、90年代集がするストーリーのものが多いんだよね。で、これも例にたがわず、やっぱり同じそういう90年代集が漂ってる作品で、昔はあったよね、こういうのっていう、そういう空気が漂ってる。で、ただ基本的なジャンル的なことで言うとね、これ。ミスターノーバディ、これと、同じような感じで、パパは実は昔殺し屋でしたみたいな類のものなんだけれども、まあそこが描き方の部分で、こっちはもっとよりなんかこう家庭的なそんな感じの部分で、自分の正体を明かせないみたいなところがこうやきもきとして面白いっていう、そういう類のもんでね。で、アクションが非常にスタイリッシュでね、見応えのある場面がテンポよく続いていくんで、そういうのが好きな人は間違いなく楽しめるんじゃないかなと思います。まあとはいえ、特に劇場で見たかったっていうほど素晴らしい絵作りがあるわけでもなく、配信でね、テレビで見るだろうから、それで楽しむ分には2時間ちゃんと楽しめるかなと。そう、そこは間違いないんじゃないかなと。で、主演のこのマーク・ウォルバーグっていうのはね、僕と3ヶ月しか生まれが違わないで、ほぼ、まあ同世代なもんだから、なんていうのかな、割と気になる役者、ファンというわけではないんだけれども、まあ見ちゃう感じだよね。彼がやってるのは割と好きなの多いしね、ミニミニ大作戦とかも好きだったし、比較的最近だとアンチャーテッドとかね、よかったよね。いろいろ好きなのあるんだけれども。まあ同じぐらい、同じぐらいではないかな。ちょっとこれのが、面白さは下がっちゃう感じはあるんだけれども。彼は僕と同世代っていうことで考えたときに、どこまで本人がやってるのかわからないけれども、まあ動くからね、かっこいいよね。一言で言えばね。で、流れる、入ってくる音楽だとかっていうのも、まあ、僕やこのマークの青春時代っていうと変な、なんか嫌な言い方なんだけども、その若かりし頃の、曲が入ってきたりであるとか、まあその辺がね、どうも、このアップルっていうのは、僕ら世代をちょうどターゲットにしてて、その僕がマークに感じているようなね、ああ、同世代だしっていうようなところでの関心であるとか、こう、興味みたいなものを引きつけつつ、ちょっと昔を
ね、ノスタルジックに感じさせてくれるような、そういう作品を作って契約者数をね、こう稼いだり一定を保ったりみたいなことを考えてるのかなと、もうなんかもう僕らがターゲットにされてるという感じを、まあゴーステッドとこのファミリープランと割と近い感覚で見て感じた。でこれは、去年の2023年12月15日に配信されたものだから比較的最近、まだ配信されたばっかりの作品で、そう考えるとゴーステッドも昨年であったことから考えると、ちょうどなんかこうそういうムーブメントで今アップルは攻めてるのかなと、そういう感じだよね。でちょうど歴史ものみたいな感じのブームが訪れて、キラーズ・オブ・ザ・ハンター・ムーンとかナポレオンとかその辺を、挟んできたのかなそういう空気感をどうしても感じざるを得ませんでした。結局ね、なぜこれが僕ら世代をターゲットにしてるかって言えば、やっぱりね、この50代前半っていうのは、やっぱりもうみんな、家庭が大体あるわけですよ。で、これだと、年頃の難しい娘とかがいたり、要するに思春期で翻弄されたりっていうところを、大体は過ぎてきてるからね。もう30前ぐらいの子供がいるぐらいな感じでしょ。だから、だけど実際のその子供の年齢とこれで出てくる子供の年齢一緒にしちゃうと、ノスタルジックに感じないから、ちょっと前のね、大変だった時の年代の子供だけを入れてるわけよ。要するに、これから大学とか、高校生、赤ん坊、もう、三つの三大厄介時期だよね、これね。わけだから。で、その、ああ、大変だったね、みたいな部分を、あんなことあったよな、みたいなことを感じさせつつ、それでいて、普段はダメなお父さんが実は強いんだ、みたいな。ね、そういうところでこう、どうなんだよ、それなのにワクワクしちゃうわけですよ。ね。そういうふうに思ってる人がどれだけいるかわからないけれども、それなりにさ、こう、そこの部分に訴求するものっていうのはあるわけだよね。だからそこを、なんかうまくついてきてるのかなっていう感じはする。やっぱりこの、僕ら世代っていうのは、ちょっと今、中途半端な年代にいると思うんだよね。世の中の人はね。一番上ではないんだけれども、下にいっぱいいて、面倒が起こると押し付けられるみたいなね。だから、どこかそこに、諦めみたいな空気も漂ってきてたりとかっていうような年代ではあるので、彼みたいにね、実は、昔、軍にいて、高い評価を受けて殺し屋になってみたいな、そんな話があったりなんかするとさ、むしろ自分がそうで ありたかったぐらいなところまであるんじゃないかなと。そういうところをうまくね、こう寄り添ってきてる作品なのかなという感じがするよね。ゴーステッドはそのなんていうのかな、30代ぐらいの女性に寄り添った感じで、これは50代ぐらいの寄り添った感じ。まあ、それぞれの性別で、それぞれの年齢の時に、ちょっと、ね、なんていうのかな、足元すくわれるような感じの頃じゃない。そこになんかこう、寄り添う感じのものを今攻めてきてるかなって、そういう感じがします。はい。なのでね、まあ、Apple TV プラスなんで、誰でもが見れるっていう配信プラットフォームではないんだけれども、まあ何しろ1ヶ月900円で、ね、支払ってその場で切っちゃえば、翌月自動更新は来なくなっちゃうから、その1ヶ月の間に好きなだけ、見てしまえばいいって、そういうサービスでもあるんでね、
まあ、Amazon とかでなんかレンタルで借りても500円するじゃない。それを思えば、まあ900円だったら、ね、何本か見られるんだったらいいんじゃね？っていうところで、話題のね、キラーズ・オブ・ザ・ハンター・ムーンとかもあることだし、なんかこう暇つぶしみたいなものを探してるっていうのであれば、この機会に見てみるのもいいんじゃないのかなと、そう思います。そんなね、2時間損したっていうようなことを感じるような退屈な作品にはなってないです。十分に面白い。アクション満載だからね。なので、特別おすすめできるっていうほど、なんかこう、突き抜けたものがあるわけではないんだけれども、割と暇つぶしをするのにはいいのかなって、そういう感じの作品にはなっているので、まあ、興味があれば見てみてください。それでは今日はこれで終わりにしようと思います。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは。